1号艇大山千尋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもう1号艇ポールポジションできましたが、はい、モーターの仕上がりいかがなんでしょう。はい、順位が一番良かったですね。ということはもう徐々に上積みもしっかりとできて。そうですね、ちょっと行き過ぎて悪くしたり中火してたんですけど、うん、なんとか準優に間に合ったって感じでした。さあそんな中この後の作業としましては。はい、もう昨日良かったのでもうとりあえずレースが近づくまで様子見ようかなと思ってます。さあそんな中1号艇です。もちろんコースは、はい、1コースから行きたいです。スタートいかがですか。そうですね、今日ちょっと風が変わるらしいので特訓大事に行きたいと思います。さあそんな中2号艇の岩崎選手、なんか大山千尋選手の 1000% を超えて私はベテランの味を出していきますって言ってましたけども。 1000%、本当ですか、勉強させていただきたいです。さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、優勝します。応援よろしくお願いします。はい、2号艇岩崎芳美選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあモーターの仕上がり具合を教えていただきたいんですが。そうですね、スタートがしやすくてバランス取れていい感じです。もうじゃあもう申し分はないという感じですか。乗り心地とかもうちょっとっていう時もあるんですけれども、回転の微調整で今度はしっかり合わせたいと思います。もうということはこの後の作業としてはもうそこの微調整をしっかりと。そうですね、はい、はい、さあ2号艇です。コースですけど、はい、そうですね、ピット離れちょっと不安な時もあるんですけど2コースから行きたいと思います。2コースからのイメージできてますか。イメージ、はい、できてます。スタート感いかがでしょう。はい、バッチリです。バッチリです。ということはもう2コースからスタート行って自在に。そうですね、はい、自在に行きたいと思います。できたらもうここはもうあれですもんね、1号艇多分人気になると思いますんで、うん、そうですね、よしみ 100% 1000% で、 1000% で、はい、千尋を、千尋も1000やね。じゃあお互い1000じゃないですか。人気は向こうよね。いや、でも、そこは僕は年齢的に上だから頑張れると思います。はい、そこ関係あります。分かる。年齢的に上だから、はい、頑張りたいなと。ベテランの意地ですね。そうそうそう。そうしましょう。はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。応援してください。3号艇島田渚選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ優勝戦に駒を進めました。今のお気持ちいかがでしょうか。はい、久しぶりの優勝戦なので、進出できて嬉しいです。そんな中手にしたモーター手応えはいかがでしょう。は回り足伸び乗り心地いいと思います。ということは滑っていい感じですね。はい、この後の作業としましては、はプロペラを少し微調整して回転合わせれればなと思います。さあそんな中3号艇です。コースですけども、はい、3コース3コースです、はい、近辺で、はい、さあ3コースのイメージいかがですか。イメージは良くもなく悪くもなく、はい、です。ということはあとはスタート、はい、スタートいかがでしょう。スタートはそんなに見えてるとは言えないですけど、まあ、しっかり自分の勘でいきたいと思います。さあそんな中もうねファンの皆さんもここちょっと3号艇で島田渚選手イメージあると思いますんで、はい、力強い一言お願いします。はい、力強くレースできるように頑張ります。お願いします。4号艇廣中千彩選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずは優勝戦駒を進めました、はい、今のお気持ちいかがでしょうか。どうかプロペラ調整が合いますようにという願いのみです。これは昨日はちょっとあれですもんね、悔しい思いしましたね。そうですね、昨日ちょっと合ってなかったですね、はい、この後の作業としましてはプロペラ調整をして水面でちょっといっぱい乗って合わせたいと思います。船足的モーター的にはどうですか。この辺もっと欲しいなっていうのは。もう伸びはこれ以上多分つかないので、しっかり回れるように回り足だけは、はい、ちゃんと調整したいと思います。さあそんな中4号艇です。コースですけども、はい、4コース近辺で、うん、スタート昨日ちょっと遅れてしまったので、一人だけ遅れたりとかしないように、はい、しっかり特訓も合わせていきたいと思います。はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、船系に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、5号艇田口節子選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ優勝戦まで駒を進めましたが、モーターの仕上がりいかがでしょう。はい、中堅ぐらいです。中堅ぐらい、はい、この後の作業としましてはペラを思い切っていただきたいと思います。どの辺がもうちょっと欲しいなというのは。
ターン回りが欲しいんですけど、つきそうにないんで、ちょっと伸び求めてみようかなと思います。さあ、5号艇ですが、コースです。5コースから行くと思います。スタートいかがですか？風によってちょっと影響してくるんですけど、行き足が安定しないんで、いまいちつかめてないです。まあでも昨日はしっかりとね、いい成績で、はい、終えましたので、今日も5コースからでもスタート行ってという。そうですね、はい、なんか今の感じじゃ多分無理なんで、はい、思い切って行きたいと思います。さあ、それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、一日頑張って調整したいと思います。応援よろしくお願いします。6号艇松本明恵選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、優勝戦までまずはしっかりと進出しましたが、今のお気持ちいかがでしょう？はい、ちょっと初日2日目ってちょっと失敗しちゃってたので、まあ、3日目から船足も自分の好きな感じになってきて、そこからはバランス取れてていいかなと思いますね。さあ、今日この後の作業としましては？まあ、プロペラですね、はい、夜の気温に合わせた調整ができれば、まあそんなに出ることはないと思いますけど、まあ、そんなに悲観する足でもないかなと思います。さあ、6号艇です。コースですけど、はい、まあ、ちょっとね、ピットでとかで出れたらいいなとは思うんですけど、まあ、6コースからのつもりでいます。はい、そんな中、スタートもしっかりと合ってきましたね。あ、そうですね、ダッシュの方がいいです。スローはちょっとよくわかんないんで。ということは、もうここは6コースからでもしっかり展開はつきたい。はい、ここの6コース結構あると思うので、はい、頑張ります。さあ、それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、優勝戦乗れてすごく嬉しいので、下関も大好きなんで、今節はお客さんもたくさん来てくださってて、やる気も十分入ってますんで、ぜひ本庄に来て、応援たくさんよろしくお願いします。頑張ります。